まずは東洋リーグの皆さんです。どうぞ。そして新庄剛志プロデューサー。新庄さん。はい。私は一体一瞬誰かと思いました。またずいぶん髪型変わっちゃいましたね。似合ってるでしょ。似合ってますけどね。映画初プロデュースっていう感じですか。そうですね、いい映画になりましたね、うん、結構教えたんでしょ子供たちにプレーを。もうプロレベルで、もう最初から最後まで、はい。ヒイラギ球児役の小原優希です。僕にとって僕たちのプレイボールは最初の映画だったので、三村監督や新庄さん、スタッフの方々、そしてこの大切なチームメイトのみんなに支えられて頑張ることができました。ぜひ最後までご覧ください。今日はありがとうございました。いや、新庄さんなんかしっかりとしたコメントやってましたね。やっぱり球児役は僕の教えた通り言いましたね。本当ですか。ね、ありがとうございます。撮影の合間にも新庄さんがセカンドフォームとかを教えてくださって、すごいそれがいい思い出になってます。絶対いい作品になってると思うのでぜひ見てください。1番ライト野々村海役の清水啓太です。僕はこの映画でお母様方たちのハートをゲットしたいと思っています。皆さんこんにちは。もうちょっと大きい声でこんにちは。小山一平役の荻原雅治です。一平だけに一平一平頑張ったので一平見てください。ありがとうございました。この映画の中の子供たちと同じように僕も小学校時代は白球を追っかけておりました。王貞治さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、王貞治です。新庄さんプロデュースの映画に王監督来ていただいたんですよ。いやもうこれはもうありがとうございます。まあ、スポーツやるってことは、本当に体が強くなるだけじゃなくて、精神的にもたくましくなります。そういった意味では、こういう素晴らしい映画ができたわけですから、多くの皆さんに見てもらってですね、やっぱり野球やってみようとか、それ以外のことにもチャレンジしてみようとかね、とにかくやってみようっていう思いを持ってくれる人が一人でも多くなってくれたらいいなと、そのように思っています。